今日も愛鳥さんとのバードライフ楽しんでいますか？鳥臭いチャンネル片山仁です。今日もバードライフに少し役立つ鳥臭いティップスを紹介します。ティップスというのはちょっとした工夫あるいはコツという意味です。通常の解説動画よりもライトな感じでサクッとお届けします。それでは鳥臭いティップス行ってみましょう。寝癖が今日すごいですね。メンバーシップトリトモの、メンバーの方から次のような質問が届きました。鳥さんに与える餌の量についてですね。 80g の体重のオカメインコさんを飼っている方からです。1日何 g ほどの餌を餌箱に、入れておけば良いのでしょうかというご質問をいただきました。一般的にはですね、鳥さんの体重の10% 約1割を与えるのが適量だと言われています。ただこの1割というのはあくまで目安です。ちなみに我が家ではこのオカメインコのポテト君が体重が 92g ですが、餌の量はだいたい 8g のペレットを与えています。文鳥のラムネ君は体重が 23g ぐらい、餌の量は 4g。サザナミインコのナスビ君は体重が 44g、餌の量は 6g。 同じくサザナミインコのくるみちゃんは体重が 51g で餌の量は 6g。 あとは、放鳥時におやつとしてシードを少し、そして、毎日ではないんですけども、朝にですね、お野菜、豆苗ですとか小松菜を、少量与えています。現時点ではこの量が我が家のこの子たち、鳥たちのベストな体重を維持できる餌の量です。では、そのベストな体重というのは、いくらぐらいなのかということについてなんですが、ネット上でいろいろな方が、ブログですとか、サイトでですね、書かれてある聴取別の平均的な体重、僕のブログでも記事の中で記載しているんですが、あるいはですね、飼育所などにも平均的な体重が、記載されているかと思います。ただ、あくまでそれらの数字も目安なんですね。ではその子その子に合ったベストな体重を知るにはどうすれば良いのかということなんですが、鳥さんを見ることができる獣医師さんに、実際に外見ですとか触診をしてもらって、その子その子の骨格ですとか体格から見て現状の体重が太り気味なのか、あるいは痩せ気味なのか、それとも、まあ、大体ベストな体重であるのかということを診断してもらうのがいいんですね。そして太り気味ならローファットなペレットを処方してもらったり、あるいはシンプルに与える量を増やしたりですね、逆に痩せ気味なら少しハイエネルギーなペレットに一時的に切り替えたり、餌の量を増やしたり、つまりベースとなるベストな体重をまずは把握して、そこから先ほど一番最初に申し上げましたように、基本はまず体重の1割程度の餌を与えます。そしてそこからその都度ですね、与える量を増やしたり減らしたり微調整していくのが良いかと思われます。とはいえですね、1日で、まあ、0.5g ですとかですね、まあ、コンマ何 g、増減したかといって、毎日ですね、細かく微調整するぐらいですね、神経質にならなくてもいいとは思います。我が家ではだいたい2週間から1ヶ月ぐらいのスパンで与える餌の量と体重の推移ですね、そのグラフを見比べて与える量を増やしたり減らしたり、そのままでいたりというように調整をしています。ぜひ皆さんもまずはその子のベストな体重を把握、獣医師さんに、アドバイス診断をしてもらって、それをもとに毎日の与える餌の量を微調整、基本的には体重の1割から始めて微調整をしてみてくださいね。はい、この Tips 動画で反響のあった回に関しては、後日より詳しい解説動画として、改めて投稿をするかもしれません。その際には、皆さんからいただいたコメントもですね、参考にさせていただいて動画に反映できればなと思っています。また先日から YouTube メンバーシップトリトモというサービスをこの鳥臭いチャンネルではスタートさせました。コンセプトはトリトモさんが集まるオンラインコミュニティです。
月額190円でメンバー限定のライブ配信、通常ライブ、限定ライブ、すべてのアーカイブが視聴できる権利、そして僕片山仁志に取り臭い LINE 公式アカウントを通して個別で飼育相談もできます。あと限定のショート動画ですとか画像もこれから配信をしていく予定です。メンバーシップとりともでとりともさんを作りたいなと興味を持たれた方はこの動画の概要欄にメンバーシップとりともの案内動画のリンクを貼っておりますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。それでは今日も素敵なバードライフをお送りください。鳥臭いチャンネル、片山仁志と岡部インコのポテト君でした。